皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回は、アーソワイアンを現代もと、台湾独立戦争期続きをプレイしていきたいと思います。台湾が中国から名実ともにまさにね、完全な独立を勝ち取ろうというシナリオになっています。前回はですね、うまく外交を駆使して、台湾が NATO 入りをした上で、中国と開戦に踏み切っています。今ご覧いただいているのが、それぞれの陣営なんですけども、もう戦争のタイトルがですね、アメリカ中国戦争というふうになっている通り、台湾の独立戦争という側面はもちろんあるんですけども、もうアメリカと中国、米中の戦争ということで、世界大戦に発展しています。まあ、具体的にですね、我々 NATO 陣営の方なんですけども、もちろん台湾入ってるんですが、その他で言うとですね、EU 諸国、イギリス、フランス、ドイツ、これに加えてですね、大国インドも参戦してくれているという状況です。一方、中国の方はもちろん中国ですが、その他ですね、北朝鮮、ラオス、ベトナム、あとボリビアといったところが中国陣営として参戦をしています。戦線の方を見ておきましょう。早速ですね、地上戦という意味では、中国とインドの国境、ここですでに地上戦繰り広げられています。もともと中国とインド国境で紛争起きていましたけども、ここに来てそれが完全に戦争という形で、表面化しているところになります。我々台湾としてはですね、絶対に中国に台湾に上陸されてはならないというのもありますし、そもそも戦力がそんなに多くないということもあって、台湾の陸軍、これはまだ台湾の中から出ていっていないというところですね。この後アメリカ軍の動き、インド軍の動き、 EU 諸国の動きを見極めながらですね、中国大陸の方に攻撃をかける、上陸するのかどうか、まあ、そのあたりも見極めていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。面白いところでは、前回最後にご紹介したと思うんですけども、アメリカ軍の空母ですね、これがついに台湾海峡、日本海、このあたりに進出してきてくれているので、この後のですね、アメリカ軍の動き注目していきたいと思います。インドと中国の国境付近の戦いですけども、おおむねインド軍が押してくれている状況ですかね。このまま、見守っていきたいと思います。そのうちインドも、中国に並ぶんじゃないかとも言われる大国になると言われているわけなんですけども、ここでもね、その強さを遺憾なく発揮してくれている感がありますね。核が落とされている。これどっかが今核落としましたね。ここに中国に核攻撃を仕掛けたところがある。インドだと思います。地理的にはインド軍が中国に核攻撃を仕掛けましたね。これはまさに核戦争始まりそうだな。絶対に落とされたくないですからね、核は。ご覧のように今ですね、台湾の上空は完全なる防空を敷いているような状況ですけども、これひとたび防空体制が崩れたらですね、核攻撃を受ける、そういう恐れがありますので、十分に注意をしておきたいと思います。熾烈な戦いになってきましたね。バセラル諸島ではどうだろう。これ見る限り再びアメリカ軍の空母部隊が中国海軍を、追い払ってくれているような状況を見て取れます。続いて那覇沖ですね。アメリカ軍空母キティホーク中心とした部隊がここでも中国海軍と戦闘中ですね。そしたら我々もですね、一個師団、これをインド方面に振り向けましょうか。しっかりと制海権、制空権、維持しておいた上でですね、部隊の一部をここでインド大陸に乗せて中国に対して地上戦挑んでいきましょう。台湾上空の航空隊なんですけども、ご覧の規模で展開をしています。
まあ、大体300機程度ですね、上空の守りを固めてくれているという状態なので、まあ、台湾上空に限って言えば今のところ安全は保たれている、担保されているという状態になります。まあ、この後もこの上空のね守備はしっかりやっておきましょう。はい、マカオですね。ここフランス軍が上陸を果たして占領しています。これによってマカオが降伏しています。思ったより早い展開ですね。まあ、中国対世界、中国包囲網みたいな形になっているので、まあ、中国もね、苦しい戦いになっているんだとは思います。まあ、ただ、この、マカオをね、フランスが守りきれるかというとなかなか難しそうな情勢なので、我々の方針としては変わらずですね、インドの方から、攻撃を仕掛けていければいいのかなと思います。台湾軍ですが、インドの方からね、上陸を果たして前線に到達しています。ご覧のような形ですね。これでだいぶ救われるんじゃないかな。資源的にかなり厳しい状態の台湾なので、このまま中国大陸接近して一気に工場、資源、これを巻き上げていきましょう。中国陣営、マカオに続いてボリビアも脱落ですね。戦争の状況を確認しましょう。ボリビア、マカオ、脱落というところで残っているのは中国、香港、ラオス、北朝鮮、ベトナムというところですね。戦線はまだどちらがどうというところではないんですけども、このまま行けばですね、中国を弱体化させることは当然、進んでいくと思いますので、台湾、陸軍、地上戦、引き続き頑張っていきます。まず当面の目標はですね、チベットですね。ここを中国軍から解放しようという動きですね。ここにはですね、なんといっても鉄が取れるので、この鉄を回収できるようにチベットはどうしても欲しいところになってます。なんとかここを取れるように頑張りましょう。インド軍の支援を受けながらというところにはなってますが、今のところ順調にですね、台湾陸軍進撃続けてます。このまま行けばもう少しで今度鉄手に入りますね。この鉄が入ってくるとだいぶ状況変わってきますね。今ね、どうしても鉄、これが不足しているところが大きいので、この鉄のね回収というのは本当に大きいです。まあ、その他で言うとタングステンも足りていないんですけども、やっぱり鉄なんですよね。この鉄をしっかり回収できるように頑張りましょう。さあ、チベット方面ですけども、アメリカ軍の存在感というものがだいぶ増してきているように見えますね。こうやって国旗、まあ、つまり師団が展開されている状況を見てもですね、チベット方面ですけども、まあ、当然中国軍はね、守りのために展開してますけども、インド軍のほか、アメリカ軍の動き、これもかなり活発になっているように見えますね。台湾軍の方はですね、今10師団ほど送り込んでいますので、まあこの10師団をうまく使ってですね、中華民国としての領土拡大、これを狙っていっています。アメリカ軍ですが、止まらないですね。香港の北部、広東から上陸しています。これは本当に大きい。一気に中国軍の中枢に迫ろうかという、そういう動きになってますね。このまま中国軍を完全に駆逐してくれて、上海方面に向かいたいですよね。我々としてはね。レンドリース受けましょう。ドイツからもレンドリース受けます。まあ、装備品の不足をね、レンドリース受けて、賄っていこうと。というところですね。まあ、口頭で万が一ですね、アメリカ軍が敗退するなんてことがあってはいけないので、様子はしっかり見守りましょう。我々も予備の戦力あまりないんですけども、今ですね、周り囲んでいるところ、そんなに危機的な状況、政界権ないので、今持っている台湾本土を守る13師団、このうちですね、3師団引き抜いて、アメリカ軍と一緒に中国大陸、これ、高騰に上陸していきたいと思います。
編成をちょっと作り直します。では3手段ですね。機動系の3手段、まあ現代型アー戦車を要している戦車の部隊と、あとは機械化歩兵の部隊をですね、これは香港の解放に向かわせましょう。アメリカ軍と一緒に香港の解放に向かいます。すでに今上陸しましたね。ここに今上陸中です。この後香港の解放です。香港、この地区にこれだけの部隊、中国アメリカ軍入り乱れているので、双方ともにドクロマーク、つまり補給が足りていないという状態になっています。ここにね、我々台湾軍も入っていこうという激戦の地に、部隊を4師団というね、数は少ないですけども投入をしていきます。香港を解放しましょう。香港とマカオも解放したいですね。ついでにベトナムの方ですけども、ベトナムの方ハノイにアメリカ軍上陸かけてますね。このまま行くと、まあ、ベトナム、そして、ラオスも中国軍側として参戦してますので、アメリカ軍がベトナムとさらにラオスも飲み込もうかという勢いですね。ではアメリカ中国戦争、台湾にとっては台湾独立戦争ですが、状況確認します。上の方のですね、戦況のゲージなんですけども、膠着状態からやや NATO 軍、つまり我々の陣営が押し始めているという状況が見て取れます。で、一方ですね、参戦国相当かけたんですけども、相当かけた項目は貢献度ですね。NATO 軍ですが、インドが 39%、 アメリカ軍が 31%、 そして我々台湾が 13% というところですね。このままなんとかね、押し切っていきましょう。香港に核が落ちましたね。香港に核が落ちてます。いやー、壮絶だな、この核戦争は。核が落ちたことによって中国軍の香港軍は壊滅状態ですね。このまま香港の占領に向かいましょう。ちょっとまずい状況が今来てました。アメリカ軍がですね、ちょっと江東地域で押されてます。これこのままだと貴重な台湾陸軍4師団を失うんで、ここは一度アメリカ軍に任せて撤退します。本当だったらね、香港に核を落とされた、まあ落としてもらったって言った方がいいのかな、状況なので、このまま香港の制圧に向かいたかったんですけども、ちょっとアメリカ軍が押されている劣勢の状況を見て取れるので、一度軍を引きたいと思います。まあ、そんな劣勢なアメリカ軍なんですけども、平壌の南に強襲上陸かけてますね。北朝鮮軍相手にアメリカ軍が平壌に攻撃を仕掛けているというのがここで見えて取れます。はい、ここまで進めてきました。まず情勢、もう一度おさらいしておきます。ボリビア脱落、マカオ脱落というところあるんですけども、それでもやっぱり中国軍まだまだ強いですね。チベット方面はほぼほぼインド軍とアメリカ軍と共同戦線において制圧しつつあります。主な激戦地はですね、この江東ですね。ここで今アメリカ軍が上陸して頑張ってくれてるんですけども、中国軍の包囲網が厚くて突破できずにいるという状態です。まあ、本来だったらこういうところでね、また別の場所に強襲上陸をかけて敵のこの包囲網で分散させるっていうのが効果的だと思うんですけども、残念ながら今のこの台湾軍にはその余力、戦力持っていないので、連合軍としての戦いに期待をしたいと思います。まあ、とは言ってもですね、戦争への貢献度15% と、それなりに高いプレゼンス発揮してますので、このまま頑張っていきたいと思います。では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、ついに核撃っている状態始まっているので、まさに核戦争と呼べるところだと思うんですけども、この核戦争を戦い抜いていきたいと思います。